こんにちは。こんにちは。コンディショニングジムアウェイクストレーナーの中原です。タコです。よろしくお願いします。インスタライブ始めます。よろしくお願いします。はい、今日から4月1日となりまして、新年度スタートですね。環境変わった方いらっしゃいますかね。多いんじゃないですか、はい、大体だって4月から始まるじゃないですか、うん、そうですね、うん、学生の方が社員さんになってとか、うんうん、転勤で転勤、まあ、まあ新しく学校に入学される方などなど、うん、多いと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。かのさんもあれじゃないですか、はい、あのもう今じゃないですけど、もうすぐ環境が、あ、そうなんです、変わりますね。はいはい、辞める人みたいになってます。確かに確かに。そういうわけじゃなく引っ越します。はい、新しい環境です。引きますこの話。いや、まあ変わることとしてはそれ、はい、そうですね、まあ、でもそれぐらいか。あのジムにより近くなるんで、うん、はい、いつでも呼び出せますし、はい、いつでもお願いします。呼んでください。泊まりに行きます。家にぜひ。でアウェイクスでもちょっとあれですね、4月1日になって新しい仲間がちょっと増えました、はい、増えました、ね、だいぶ増えましたね。すごいですね、うん、一気に、はい、3人、3人増えます。増えます。であれですね、もともと何ですか、学校朝日と犬伏が行ってる学校の、ね、そういうトレーナーの学校を卒業した子たちですね、うん、はい、あれですね、在学中でも来てくれてましたもんね。研修生として、ずっと来てたんで、お客様は、はい、あ、見たことあるっていう子たちだと思うんですけど、はい、4月からは正式に正社員として3人が加わって、はい、新しいアウェイクスでスタートしてます。はい、はい、3人入るってなかなかあれですよね。また雰囲気がガラッと変わると思いますが、うんうん、でもそれこそ私としても、はい、そのずっと来てくれてるから、うんうん、あんまりなんか大きく変わったなっていう感じはなかったかなって思います。でも、まあ、そうですね、3人がいるっていうのはあんまりなかったから、うん、確かに1人2人とかだったんで、はい、シフトでとかありますね。午前中は誰々、午後は誰々みたいな感じで、うんうん、そこぐらいかなですね、うん、はい、本人たちはだいぶ変わったと思ってます、はい、あの4月からっていう感じでこの前言ってました、はい、あ、朝もなんか聞いたらなんかちょっとやっぱ気持ちが違いますねと言ってましたよ。あ、そうですよね、はい、新入、そうですね、初めての職場というかあれですもんね。ああ、そうか、そうですね、はい、社会人としてもアウェイクスが初めて、はい、初めてで、いや最高じゃないですか。最高だと思いますね。私も絶対それの方、そっちの方が良かったですね。いや、めちゃくちゃいいと思います。学校卒業して初めての職場でここで、いや、もう幸せですよ。学べるっていうのはなんかそんなね、私が言ったらあれですけどだって、はい、そのトレーナーのことだけじゃなくって、やっぱ人としてっていうところを、うん、はい、朝日犬伏からはたくさん教えてもらうんで。だって今でも学びますもんね。教えていただいていくことばっかりですもんね。ばっかり、はい、まだまだ成長します。はい、頑張りましょう。頑張ります。同じく。何の話ですか。はい、何の話ではそろそろ呼ぼうかなと思います。紹介を、その3人をちょっと紹介したいなと思ってます。やっぱ直接顔を見ていただきたいなと思って。そうですね、はい、なんで呼びますね。あれ、では研修生じゃない新入社員3名どうぞ。これ前に来てもらった、前に来てもらいましょうか。はい、はい、前に来てください。はい、ではあ、入るここにも入ってる、あの入るように入ってパッて。はい、3人よろしくお願いします。よろしくお願いします。では1人ずつ挨拶をお願いします。1人ずつ入ったらいいんちゃう。じゃあその2人離れて、はい、でうちのから行きましょう。こんにちは。本日から正社員として働かさせていただきます、うちのです。よろしくお願いいたします。まだトレーナーデビューもできておらず、社会人としてもまだまだ未熟者ですが、精一杯お客様のお力になれるように頑張っていきますので、どうかよろしくお願いいたします。硬い。緊張してますね。スポーツは何やったんですか。中学生から高校生まで6年間陸上部をしていました。
短距離です。短距離、はい、こんなにカメラに向かって話すのいや、いいいいですね。 OK です。じゃあ頑張ってください。ありがとうございます。抱負、抱負も、あ、そうです、まあ、でもこの、まあ、自己紹介でアウェイクスでやりたいこととか、こういうことしてみたいな、頑張りたいなと思うことはありますか？そうですね、まずは早くデビューをしてお客様のお力になれるように、もともとあのトレーナーという職業をすごく夢に思っていたので、うん、いち早くお客様の力になれるように頑張っていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。以上でした。では次はじゃあエンドいきましょう。はい、本日からアイウェイクスで正社員として働かせていただいてます、遠藤拓人と申します。お願いします。自分もまだデビューできてない段階で研修をしていただいている段階なんですけど、まあ、いち早くデビューして皆様、お客様の力になれるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。遠藤は何かスポーツやったんですか？自分は野球をやってました。お、野球とバレーをやってました。はいですね。アイスではどんな風に頑張りたいですか？まずはまあいち早くデビューすることと、まあ、デビューしてからしっかり力をつけてアイスの顔として働いていけるように頑張っていきたいです。はい、頑張りましょう。お願いします。頑張りましょう。ではスポーツ聞いてるんですか？なんかスポーツ聞いといた方がいいかなって結構なんか言われません、お客さんとかに、なんか何のスポーツしたのって結構言われません？あ、たまに言われるかな。あ、たまにですか？私結構言われるんで、なんか皆さん興味あるのかなと思ったんですけど。あ、なるほど。じゃあ以上の持ちましてすいません、吉村さんどうぞこんにちは。本日からアウェイクスの新入社員として働かせていただきます、吉村大帝です。よろしくお願いします。アウェイクスのトレーナーとしていち早くデビューできるように、全力を尽くして頑張っていきたいと思います。お願いします。何の食べ物が好きですか？カキフライが僕は大好きです結構あれですね、渋いですね。これ前も聞きました。かけぐらいが好きなんですね、はい、スポーツ何してたんですか？スポーツはテニスと陸上と野球をしました。陸上もしてたんですか？野球もしてたんや。野球もしました。知らなかった。テニスだけやった。高校の時にテニスをしてました。へー。アウェイクスではどうなりたいですか？はい、アウェイクスではまず一番早くにデビューをすることが目標と、そのしっかりデビューをした後にはその皆様に頼っていただけるようなそのすごいトレーナーになれるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございましたこの3名が終わり？終わり。え、カナさん行きます？あ、大丈夫です。なんか言いたことありますか？言いたことありますか？ないですね。はい、はい、ありがとうございました。この3人があの今日から新しくアウェイクスに加わるということで、はい、はい、皆さん頑張ってください。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。では解散全然コメント見てなかったですか？大丈夫ですか？コメントは大丈夫かな。大丈夫ですね、はい、やっぱあれですね、なんか新鮮、ういういしいですね。ういういしいですね。カノンさんもあんな感じだったんですか？ここの青いコメント当初、でもめちゃくちゃ緊張してました。あ、そうですよね。緊張してた。はい、あの面接の時に、うん、ただ、はい、犬伏さんに、うん、あの緊張しなくていいよって言われて、はい、あの緊張してたら、うん、本当に言いたいこと言えないからって言ってもらったのは、はい、覚えてます。へえ、まあ、でも確かにそうですよね。緊張したらなんかこうパニックになるというか、そうそうそう、結局なんか作ったことしか言えなかったりするんで、うん、本音が言えなかったりするんで、はい、そう言ってもらったのはすごい、うん、覚えてますね。カノンさんにもういういしい時があったんですね。そらありましたありましたよ、多分。今はこんなに貫禄できますけど全然ですよ全然。もうカノンさんで何年？5年ですね。アウェイクスと共に、はい、来させてもらってるんで、うん、
ですね。すごいですね、5年ってなかなか。一瞬でした。あ、一瞬でした。うん、お、そんな感じなんですね。早かった。今日でもちょうどお客様と話してて、うんうん、あのなんか前のこのアレックスができる前のところ、はい、から来てくださってる方で、なんか私より先に、はい、アベックスに来てくださってるお客様で、うん、最初のえもう何歳になったっていう話から、はい、最初の頃まだ21とかそのぐらいだったんだねって言って、うん、はい、だってもうなんか子供だったもんってそれこそ、まあ、そうですよね、あの3人、うん、朝日、犬部氏、鈴木で私がいたんで、うん、もうそっか、年の差も離れてこの同じ年代の子がいなかったんで。本当ですね、はい、カノンさんはお一人だけだったんですか。どう一人か。そうですそうです。それはすごい。高島さんが、あーそっか、すぐ、はいはい、なんか5人だったのかな、うん、最初。そっか、それでも高島さんもあれですもんね、朝日さんとかと年が近いから。そう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 、もっともっとカノンさんもまだ距離が、はい、距離は年のね差がある分、へえ、だいぶ変わってきて、今はねこの若い20代とかの方が増えてきてるから、うん、確かに20代多いですね。20代前半が今多いですかね。そうですね。高橋さん何歳ですか。え20 私はあれちょうどいい位置にいますから今。そうですね、逆に言うとね真ん中にいて、真ん中に皆さんのこうちょうど間ぐらいに、はい、はい、架け橋となってお願いしますお願いされました、はい、っていう、そんなことじゃなくて。そんなことじゃないんですよ。まあ、新しいこう 年、はい、年というか、ね、新しい環境になったりとか新しい、うん、こうね、スタートするときにいつも朝日が言ってることなんですけど、はい、あの初心に戻れと、うん、だからあの最初にアウェイクスに来た時の気持ちをちゃんとノートに書いておくようにと、うん、あのいつもこの時には言ってくださってて、はい、で私もあのそれを聞いて、うん、最初の時は聞いてなかったんですけど、はい、一番最初来た時は、はい、多分そのスタッフ増えてきて入社するってなった時にそれを教えてくださって、はい、でその時に、その時私は思った気持ちを書いてるノートがあるんですけど、うん、それを絶対4月1日は見返すって。あ、なるほど。で時々あの見返す時はあります。うん、確かにね、分かってはいるんですけどね、たまにこうずれるというか、はい、自分だけの気持ちだけで言ってしまって、なんか最初何だったっけとか自分都合になってしまうことって結構ありますよね。うん、慣れって怖いですよね。怖いです。良くも悪くも、うん、なんで今日のこの3人もしっかり、うん、今日のこの気持ちをちゃんとノートに書いといてもらって、はい、いつでも見返せるようにしてほしいです。大事ですね、はい、大事です。なんかそういう新しいエピソードありますか、うん、新年度スタートとか。なんか新年度スタートは私は入社したのが新年度じゃなくて、あの中途中で入らせてもらったんで、うん、夏でしたよね。夏です。なんか去年一昨年の8月に来させていただいたんですけど、いつもあのなんですか、スタッフ新しく入ってきた子ってこう田中さんにシステムの説明とかやっていただくんですけど、はいはいはい、もうそれが昨日のことのように思い出しました。あ、へえ、はい、でここがしかもあの今この黒の芝で、あれじゃないですか、体育館のこのフロアですけど、うんうん、その前の状態、緑の時に改装前にちょうど来させてもらってるんで、なんかあの絵がブワーって浮かびました。へ、はい、あ、そういえばここで話したなとか、あそこで朝日さんの話したなとか、犬部さんにここで見てもらったなっていうのはなんかハッって出てきますね、やっぱり。へ、お、一日今日は思った私は高尾さんが朝日さんと喋ってるところは、はい、覚えてます、はい、でなんか物もらいました、いただき物どら焼きです、はい、あ、大好き確かドラ焼きやった気がします。あ、きれい、覚えてない。あ、多分ドラ焼き大量のね、大量じゃないですね。いやいや、よかった、よかった、覚えていただけて、そんなありがとうございます。緊張の中入ったの覚えてます。やっぱ緊張してたんです、ね、めちゃくちゃ緊張してました、なんか皆さんなんかすごいしっかり挨拶してくださって、あっあみたいな。してる側ですよ、もう。してる顔、してる側、もう。あ、してそうですね、はい、してる側ですけど、でその時はすごいやっぱりあの皆さん挨拶とかきっちりされてるなっていう印象でした。ああ、そうなんですね、みたいな、はい、ずっとねいると、はい、あんまりその分かんなかったりするんですけど、はい、当たり前になってたら、はい、だからあのソファ、座ってるソファーってあの入り口がすごく見えるじゃないですか、うんうん、入ってくるスタッフの方皆さんも一人一人ほいちょっつって挨拶してくださって
なんて気持ちのいいジムなんだろうっていうのはその時のすごい印象はありましたね。嬉しいですね、はい、でもそれももうずっとやっぱり朝日が大事にその挨拶とか、はい、その礼儀の部分は言ってくださってるんで、はい、そうですね、きっと、はい、ちょっと新年度エピソードはこんな感じです、まあ、新年度4月じゃないんでちょっと中途半端にはなるんですけどはい、そんな感じですか。そんな感じです。でもあれですね、いろいろそっからなんか研修とかここはすごいやってくださるんで、いやもうすごいと思います。うん、うん、なんかマンツーマンでねしっかりやってくださって、うんうん、時間取ってくださって、なんかその他の会社がとかってあんまりあれですけど、うん、わかんないんですけど、そんなに、はい、1個私アウェイクス来る前に、まあ、一つ違うところで働いてた経験があるぐらいで、そのいろんなところで働いたことがあるわけじゃないんで、はい、あれですけど、こんなにこの新人というかに、うん、研修とかって普通するもんなのかなっていうのは友達とかと話してても全然ないですよね、うん、なかなかないと思います。こんなにきっちり時間も使ってなんかだいたい空き時間でできたらぐらいの感じですけど、うんうんうん、本当に時間とってちゃんと、ね、この時間はこうしましょうとか、うん、ちゃんとこう考えてシフトも組んでくださってて、あすごいなって思います。だから早く今日の3人にはデビューしてもらいたいですね。そうですね、となれるようにしっかりサポートしましょう、はい、頑張ります、頑張ります。サポートする側もしっかりしないといやめちゃくちゃ勉強になります。本当になります。なんかこっちが私たちが成長させてもらってるというか、はい、本当になんか、うんうん、そう思います、はい、なんか伝え方とかやっぱり考えさせられますね、はい、こうあ今までの伝え方って全然できてなかったんだなとか、うんうん、勉強になる、はい、人に注意するときこうしてほしいなと思ってても、あ自分できてなかったなって思うときとか最近すごく思います。感じますよね。はい、そうなんですよ。なんかこう研修生の時、はい、今日の社員になった子たちが研修生できてた時に、いやそれさってこう、うん、言いたくなる、うん、いや待てよこれ私やってた、こういうことかってもう恥ずかしくなりますね、はい、上の人の気持ちはこんなんなったんだなっていうのは今になってちょっと分かってるのかなっていう、なりますね。でもこうやってあれなんですよね、多分こう伝えていってっていうふうにこうぐるぐる、次はなんで教えてもらったあの3人がまた次のそうですね来る子たちに教えてっていうふうにうまくなればね、やっぱみんなの思いは伝えていかないとダメですね。うん、上の人の思いも、カノンさんとかの今も思いも、うん、アウェイクスに対しての思いとかもまだまだ伝わってないと思うんで、伝わってないかもしれないです、はい、で声に出して言わんとダメですね。そうですね、うん、なんでもっともっと、はい、言いますね、もっと、はい、うるさいって言われるぐらい、はい、優しく言ってくださいね。頑張ります。ぐさーってならないようにお願いします、はい、ムチしかないから、ムチのムチしかない。たまーにちょっとしたあの出てくるんですけどね。たまーに出てくるんですけど。年に3回ぐらい。あ、少ないな。なかなか少ない。頑張ります。頑張りましょう、はい。みんなで一緒に頑張りましょう。みんなで頑張りましょう。というわけで今日からですね、新しいアウェイクスにも仲間が加わったということで、またなんかちょっと雰囲気も変わると思うんで、はい、こう、うん、いい雰囲気を作っていけるように。はい。個性豊かですしね、この3人も。面白いですね。ね、みんなバラバラですよね。面白いです。見てる子本当にいないというか。想像を超えてきますね。想像を超えてきます。ええー、みたいな。ね、それするみたいな。面白いってなりますけど。いや、本当一生懸命頑張ってるの伝わるんで。いや、本当に一生懸命ですね。なんで私たちも一生懸命。負けずに頑張りましょう。負けないです。まあ負けないです。まあ負けないです。はい、そんなこんなあんな。若造に負けられない。もう30歳ですもんね。はい、30歳頑張ります。頑張ります、はいはい、では大丈夫ですか。大丈夫です、はい、じゃあ今年も今年度もぜひアウェイクスを、はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまた来週、はい、土曜日かな、違う日曜日、え今日は今日は土曜日です。なので日曜日に多分開催予定です。はい、土日どっちかでまたやりますので、ぜひまたご覧ください。よろしくお願いします。はい、いつもありがとうございます。ありがとうございます。さようなら。